はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回はアリウェイというゲームプレイしたいと思います。ゲームの説明なんですが、アリウェイは短いプレイステーションスタイルのホラーゲームですと。まあ要するにローポリゴン系のゲームっていうことですかね。もうこの雰囲気が恐ろしいですけれども、エンディングは合計2つと書いてますね。とりあえずじゃあ進んでみたいと思います。うわーやだー、走れる走れる、感度が高すぎるんですよね。ちょっと設定とかないっぽいんで、まあちょっとあんまりこうブンブン振り回さないようにとりあえずちょっとやってみたいと思います。なんだこれ、ちょっとわかんない、なんか落書きみたいなありますね。なんだこれ、すごい、もう左右に超広大な壁が、絶対に逃げられないじゃんこれ。これ何これ、何これ、これ何のマーク、これ走る、ちょっと怖いわ。え完全に死体袋ありますけど、これええんか。なんで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 、こっちダメでいけない、どうなったのこれ、あの死体袋は一体一番最初に戻された、これまあじっくり歩いていくかも。走ったら走ったでなんか怖えわ。これなんか意味あんのかな、この絵文字、なんか何なんですかね。あれ？あれ？死体袋なくなってる。なんで？どこ行ったこれ？逃げ場ないぞこれ。え？お前が死体袋になるんだよ的な？あれ？いけないですね。一回ちょっと戻ってみる。もうこの、ちょっとなんかいない？気のせい？なんかいないっすか？あれ奥に、なんかいない？明らかに、おい、さっきの死体袋じゃね？おい、これ大丈夫？おい、これ大丈夫なんだろうな？お前どうやってここまで来た？あ、でもまあなんじゃい、金網の向こう側にいるから大丈夫かなと思ったらまた戻されたな。何何何何、これなんかこの昔の映像っぽい加工すごいいいっすねこれ。なんかこの色もなんかこう何RGB ずれまくってる感じ。俺が何したんだ、俺が何したんだよ、出してくれ、もう痛くねえよこの路地に。アリウェイっていうのは、まあ、路地っていう意味みたいですね。ここのことを指してるんでしょうけど、何これ、何これ、どうすんのこれ、また戻ってきたよ、なんかある肉片が、もう、うーわ、いや、ちょっと待って、やばい、ハリーポッターの蛇語みたいの聞こえる、やばい、まぶしい、なんか人みたいのがいたような、なんだ、なんかちょっと待って、死体袋がダイマックスしとるがこれ、おい、やば、
でかすぎる。モノリスみたいになってんじゃん、これ。だ、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 だ。許された。めちゃめちゃ呼吸荒くなってる。大丈夫か、俺は許されてるのか。これ2つもエンディングあるの？本当に何ができるの？これ進む以外に何かあるのか。なんだなんだなんだ、階段か。出来上がってるぞ、おい。階段が。いいんか、もう帰って。すげえ長い階段だな、これ。いいのか？疲れてきた。この前久々に階段めっちゃ登ったら、めちゃくちゃ疲れた。めちゃくちゃしょうもない話してる。この前旅行行った時にね、伊豆ね、行った時に、神社みたいの行って、階段登ったんですけど、くそほど疲れたの。久々に階段登った時の、足のな、何？筋肉の疲労、何これ、ちょっと待って、一生続いてるぞ、これ、これ。いや、大丈夫か。ここまでか。えっ！やばい、やばい、うわ！エヴァンゲリオンみたい、なんか、エヴァンゲリオンでこういうの、なかったっけ？なになになに、どうしたの？おお、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。どうしたらいいの、これ。終わったんだか。終わったんだか。なんかもう一個のエンディングってどうしたら見れるんだろうな。もう一回プレイしたら見れるのかな。まあ、ちょっと一回やってみますか。二つ目のエンディング、ちょっとまあ走っててみますか。もう一回普通にプレイしたら見れるのかな。二周目で二つ目のエンディングが見れるとこだったらいいんだけど、なんかスイッチがあるんだったら完全にちょっと見落としてるな。できることあったかな。どこかなんかそれる道とかがあったら分かりやすいんだけど、そうじゃなかったしな。これね、消えてて消えてて、まあ、戻ったら死体袋がいるみたいな。あれだあれだ、これかまして、うん、なんか調べるとかそういうのもないしな。階段めっちゃ続いてるみたいな。うわ、なんか変わんなさそうだな、このままじゃ。まあとりあえず行ってみますか、素早く。なんか途中で降りられないかな。めちゃくちゃ続いてるな。これ登りきらないで落ちれないの？これ落ちれた。
You've got death ending。 これが二つ目のエンディング臭い。うわぁ。なるほど。これでコンプリートしましたね。はい、そんなわけで、アリウェイ、いかがでしたでしょうか。皆さんもこの続々感じてみてはいかがでしょうか。それでは、ありがとうございました。